おいいじゃん。おうまいよ。なんで。あーせーの、VMBI ハラハラ。どうもパン屋です。はい、ということで早速今日も撮っていきたいんですけども、はい、YouTube 業界はですね、一時期業務用〇〇機で〇〇してみた、こちらが流行ったんですよね。憧れだった、うん、あの企画。そう、でも当時はねもう本当に貧乏で、まあ、そんなものをとてもね買えるようなねチャンネルではなかったんですけども、おかげさまで200万に達成いたしまして、いよいよ僕らも業務用なんちゃらでなんかしたいなと、お店レベルのものを作りたいなと思ったわけだよね。お店の味を再現したいんだよね。そう、ということで本日はそのシリーズの第1弾、業務用クレープ機でレインボークレープ作ってみちゃう。家だとこうフライパンでさ、お玉でこうやったりさ、あれじゃ真のクレープにはならない。ちょっと薄いホットケーキなんですよ。でも業務用クレープ機でやるとやっとクレープになるんです。そう、あれがやりたいんですよ。あれやりたい。ということで、早速やっていきたいと思います。ということで早速やっていこう。ということで業務用クレープ機がこちらです。バービン。そしてこちらタケコプター。タケトンボ。お尻に刺したらケツコプター。プシッ。あ、あ、ユンちゃんがユンちゃんが飛んでいっちゃう。あーあー。お耳に刺したらフランケンシュタイン。ギュギュッ。ということで、まあ、こちらで、まあ、作っていくと。しかもバイヤーはですね、これ、はい、お店からレンタルしたんじゃなくて、そう、新品を買ったんですよ。買いました。もういつでもできるように。はい、ハモっちまったよ。イエーイ、ハッピーアイスクリーム。イエーイ、イエーイ。はい、ということで早速ね、こちらを使って作っていきたいと思います。キッチンへウチッキン。それでは早速材料紹介やっていくよ。マジカルバナナ。バンビと言ったらイケメン。イケメンと言ったらバンビ。バンビと言ったらイケメン。バンビと言ったらあれイケメン。続かないじゃん、そんなマジカルバナナ。続かないに決まってるだろ。だって 1+1 の答えは2以外にあるとか。バンビ。ギュギュー。ということで材料はこちら。おいしい牛乳、生クリーム、バナナ、小麦粉、卵、着色料、バニラエッセンス、砂糖。そしてトッピングはお好みで何でもやっちゃって。そういうことで早速悩むグランナーに行きます。何言ってるか分かんない。バンビくんが原宿になった。原宿のクレープ屋に勤めてる熟して満タン原宿子です。お腹も熟して原宿子です。お腹マシュマロだもんね。マシュマロボディ。はい、ということで原宿子じゃん。薄力粉をまず 700g。 わかった。原宿子頑張る。いつもやってるもんね、これ。うん、いつもやってる。ノールックだ。これはいつもやってないとできない技ですね。クレープ屋で習った。続いて砂糖を大さじ7杯。大さじ7杯。あーいやー、私潔癖症だろ。大丈夫だ、ジップロック入ってるから。大さじ7。急に声低い。大さじ7。大さじ7。オッケー。続いて牛乳 1400g。 牛乳 1400g。 これを混ぜていきます。はい、こんな感じでさっくり混ぜ合わせたら、次卵を7個。卵7個。あーあー、うん、ラストピア。さら混ぜる。はい、きれいに混ぜ終わったら、最後にバニラエッセンスを少々。1、2、3、4、5、6、7。そして最後にユンの魔法をチチンプイプのプイ。おいしくなーれ、もえもえキューン、もえキューン。出すぎだろ。それではこれをね、7個のボールに分けて7色の生地を作っていきたいと思います。
そう、女の子はね、上から撮ると可愛くなるからね。そう、ゆんちゃんをいかに可愛く映せるかが万有の再生数に関わってきますから。本当、ありがとう。そう、上から撮れば撮るほどゆんちゃんは可愛くなる。ね、撮っちゃうんですか、絶対じゃん。やめて。ちょうどだね。ちょうどよ。均等に均等に完成。さあ、ここからがいよいよゆんちゃんの見せ場、生地に色をつけていきましょう。さあ、今回はね、ダマにならないように粉の着色料じゃなくてアイシング用の着色料を買いました。液体用の着色料という感じでしょうか。そう、こんな感じ。まず何色ですか。まず赤。赤いきます。いけ。で、赤はね、めちゃくちゃ使わないとピンクになっちゃう。だから赤は ね、そう、色がつきにくいから結構量使う、確か。かわいい、ピンクだね。いきます。いえ。おー、おー、いいよ。いけ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 。いいかも。きた。もうちょっと赤は難しいから最後調整しよう。そうだね。じゃあちょっと次、青いきます。青いきます。いえ。これぐらいで十分だったの。おー、おー、わー、きれい。かわいい。わーわー、すげー。あ、いいよ、これを求めてた色はこれだ。かわいい。かわいいね、これ。OK、じゃあどんどん色つけていこう、はい、こんな感じで他の色も作っていきます。ということで、なんやかんやで何色か色が飛ばないように濃いめに全部作りました。そう、コツはですね、もうほんと、え、入れすぎじゃねって躊躇するぐらい、着色料しっかり入れること。そうすれば、焼いた時もね、しっかり色が残っていると思います。ということで、早速焼いていくぜ。あー、バターは焼く時に使うのでレンジでチンして溶かしておきます。ホイップクリームは手作りでも市販の買ったものでも大丈夫です。完成。全ての準備が整ったので、やっと焼いていきます。はい。まずこのね、こうバターを引くんですよ、こう。油じゃなくて、あえてのバターで風味を。そう、風味を生かすね。こっからが、男の一本勝負。頑張れ。お玉一杯を、こう。あ、待って、これ多い気がする。おお、はい。で、これです、皆さん、これ。これでこう。お、あ、いいよ。いいじゃん。おー、うまいよ。で、これで、なんかこう、こう余ったのね。よく見るやつ。あ、いけそう。こうね、こう、こう。お、お、うまい。おー、いいじゃん。いいじゃん。ちょっと焦げちゃったけど。上手。ほら、いいじゃん。いい感じ。これ初めてにしてはなかなかいいんじゃないですか。ね。油敷いて、しばらくここ。なじませるんですね。そう。あ、やばい、煙出てる、はい、はい、こんぐらい。うん、色、お玉一杯の、なるべく真ん中に。そう、はい、いけ、はい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 、そう。あー、あー、ゆっくり、こぼさないようにね。あー、もうダメだ、ダメだ、あー、あー、ダメだ、あー、だ、なんだ、なんだこりゃ、なんだこりゃ。いいよ。お、これはうまいよ。いけ、おー、ゆうちゃん、レインボーにブラウンってあったっけ。ブラウンすごい綺麗に発色してるけど、ブラウン、すぐ焦げちゃったよ。まあ俺ね、飲み込む速度めちゃめちゃ速いんで、次はね、次はできる、やっちゃいます。できてたよ、バンビックが、うん、せーの、の、ほい。ほい、オッケー、ほい。おお、いいよ、いいよ、きれい。ほっ、おお、アメージング、上手、きれいじゃないこれ。じゃじゃーん、見てくれこれ、オレンジめっちゃきれいにできたよ。めっちゃきれいやん。次はゆんちゃんが覚える番だ。新人頑張ります。このテストに合格しねえとちょっとうちでは当たるだけねえな、ジョーちゃん。はい、店長。せーの。これ思ったらトンボにね、油つけた方がいい。はい、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 
なんで？もう全部やって。おめえは皿洗いだ。見て。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗やん。かつてないほど綺麗だ。はい、やっと生地が終わったので、ミルクレープは中止してクレープ作りしたいと思います。クレープ作りします、はい。まあね、中に入れるようなね、ホイップクリームだったり、あとこのお菓子類ね、デコレーションしてオリジナルクレープを作っていきたいと思います。それではいきます。さっきちょっとね、動画作り方見たんで、なんとなく分かると思います。こんな感じでね、やるんですよ。で、さっきはこう、ここにイチゴ並べるんですよ、外に見えるように。で、僕が好きなオレオを楽しい。フルグラムこう見える感じで、こう、お、かわいいじゃん。かわいいっしょ。かわいい。よし、巻いていくぜ。こうで、こうで、こうじゃない。汚いものは隠す。いい感じじゃないですか。お、いいじゃん。はい、僕のオレンジの作品が完成いたしました。なかなか一発目にしてはいいんじゃないでしょうか。かわいいよ。ではコーンフレークを敷きます。あら、すごい、ユンちゃんの食品サンプルみたい。ねえ、褒め方独特じゃない。ディスってるよね。ユンはイチゴチョコにする。あら、うまそう。あい、思った。ユン作第1号完成しました。メルヘンイチゴチョコクレープ、うましょう。見てください、この色鮮やかなレインボークレープ、どれも美味しそうです。果たしてどんな味がするんでしょうか。早速食べてみましょう。かわいい。うましかて。やばい、マジで一日中作ってたよ、マジで。うん、じゃあ早速食べちゃいますか。はい、じゃあまずメンバーからいっちゃう。お、行くと思った。メンバーからいきましょうよ。僕はこのクッキーモンスタースペシャルでいきます。こちらメルヘンブリッコスペシャル。いきます。せーの。うん、おいしい。めっちゃうまいやん。普通にクレープ屋さんのクレープやん。生地ももちもちしっとり。生地がマジでうまい。この毒々しい色から想像できないほどめちゃめちゃうまい。待って、いろんな色食べたい。食べたい。せっかくだからちょっとユンちゃんが作ったの食べようかな。じゃあユンちゃんが作ったハッピーポップユンシークレープ、ハッピーポンシーユンシークレイジーポンス。ハッピーポンス。いただきます。どうですか。うん、このマカロンとすごい合う。マカロン合ってる。うん、じゃあユン、ほぼマカロンの味だ。ほぼマカロン。ほぼマカロンだ。ユンもバンビ君の食べる、うん、どれがおすすめですか。おすすめは店員さん、カーズか、ポイズンギャラクシーです。こっちでしょ。すごい、本当にハロウィンっぽくて可愛い。じゃあいただきます。どうでしょう。うん。じゃあ僕カーズ号いきます。カーズ号。うん、一番うまい。え、何が入ってるの。これはですね、オレオ、イチゴ、ブルーベリー、チョコソース、あのフルーツグラノール。紫のね、生地の焼き具合最高だろ。うん、もっちもち。じゃあ最後どっちがいいですか。じゃあマミ君が作った人参食べよう。うわ、俺ユンちゃんの一番の出来損ないじゃん、緑。なんでそういうこと言うの。ユンちゃんがなんか小学生が作った失敗したクレープとかいう名前のやつ。それはハッピーハロウィン。ハッピーハロウィン。ハロウィンのコンセプトが2個もあったんだね。うん、いただきます。いただきます。うん、生クリームつゆだく。ダクダク生クリーム。でも生クリーム美味しい。ユンちゃんの手作り生クリーム。お、完璧完璧。ということで、ね、全食食べたんですけども、うん、もう全部美味しい。あとやっぱ色が違うことによってなんか違うの食べたような、なんかそういう気分になれるんで非常におすすめですね。うん、
ということで、あとは2人でゆっくり食べたいと思います。すべての食材に感謝を込めて、おそ松。はい、ということで、美味しそうだと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。サイヤン好きだよって思ってくれる方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネルボタン、ここね、ここを押してください。ここ今すぐ押しなさい、今すぐお母さんに何言われても今すぐ押しなさい。押してくれないとクレープのバナナにするからね。おすすめ動画も見てね。バイバーイ。